はい、皆さんこんにちは、こんばんは、この虫でございます。まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の配信なんですけど、簡単に言うと V スターユニバース間もなくなんですよね。もうね、楽しみすぎてもうワクワクが止まらなくて配信しちゃいましたみたいな内容なんですよ。すいません本当に。まず最初にちょっと情報の話をするんですけど、最後にですね、コロムシの予想とおすすめをこの配信の最後に入れておりますので、ぜひご興味のある方最後までご視聴よろしくお願いいたします。ある程度のことは皆さん知ってると思うんですけど、改めてちょっと簡単に、まずですね、今回カミツレのきらめきが出ることになりましたね。非常にいいイラストですね。でフュージョンアーツに収録されていたカミツレのきらめきが高騰し始めてるっていうことは皆さんもご存知だと思います。メルカリ上では8000円から8500円の間での取引ですね。ただショップさんの販売価格がまだ8980円ということで、それほどちょっと高騰はしていませんが、またねユニバースの発売後もう一波来るんじゃないかなと思っているので、もちろんお持ちの方はね、取っといてもらいたいなとは思ってるんですけど、少しだけコロムシの持論というか言うんですけども、カミツレのきらめく単体で比べますと、コロムシは今回収録されるカミツレのきらめきの方が最終的には高騰していくんじゃないかなと踏んでます。これなぜかって話なんですけどね。コロムシはですよ。コロムシはフュージョンハーツの方のカミツレのきらめきのイラストすごい好きなんですよ。だから私はこっちの方が好きなんですけど、高騰するのどっちって言われると、僕これから出てくる方なんじゃないかなと思ってるんですね。その簡単な理由なんですけど、めっちゃ簡単です。カミツレが黒髪だからです。これなんでかって話なんですけどね。当時、フュージョンアーツが、発売されて、カミツレってね、やっぱ人気のキャラクターなんで、待望だったはずなんですよ。カミツレファンからするとね。で、発売がされた後に、そっか、黒髪が良かったな、僕黒髪が好きなんだけどなっていう書き込みとかコメントがね、というのを結構目にしたのを私覚えてるんですね。で、さらに、その後、モココの CHR 出ましたよね。で、そのモココの隣に鏡にね、映ったそのカミツレが出て、来てると思うんですけど、こっち黒髪なんですよね。あ、待ってましたっていう声も実はその時、それが発売された後に待ってましたっていう声を見たのも覚えてるんですよ。あ、そうなんだって、カミツレってみんな黒髪好きなんだなって、これもし個人的にずっと思ってたんですよね。今回その黒髪の SR が出るっていうことなので、最終的にはこっちの方が伸びていく。確かにね、今回のやつもめちゃめちゃ可愛いんで、僕ね、でもフュージョンアーツのカミツレのキャラクターめっちゃ好きなんですけどね。欲を言うとね、どっちも伸びてくださいって話なんですけどね。そんな感じがした今回情報でございます。それからもう一点、これも皆さんご存知ですね。バトルビップパスが上がってますね。ユニバースに再録されないっていうことが分かったことで高騰しております。パワータブレットになったんですね、今回はね。ビップパスが伸びてます。今現時点でのメルカリ等の取引が1000円から1200円、ショップさんの販売価格では1680円を今つけてます。今現時点でもう非常に高くなっているので、今1000円とかでちょっと高いんで、高いように見えるんですけど、もしかしたら今買っといた方がいいかもしれませんねって話なんですね。これが出てくるね、来年ね、こう新パックが出てくると思うんですけど、収録されてくるカードの効果によってバトルビップパスが余計ちょっと必要になってくるっていうケースもザラな話です。これがね、またさらに必要、また次も出てまたさらに必要みたいなことになってくると、貴重品となっていくので、伸びてくるかもしれないんですよね。今後のね、収録されるものによって左右されちゃうので一概に言えないんですけど、この感じの高騰は少し続くんじゃないかなと、コロムシ自身は考えております。コロムシはね、ちょっとコロムシの配信らしく、コロムシ配信といえばっていう感じでね、予想だったりおすすめっていうのをね、ちょっと伝えていこうかなと思います。じゃあ本題に入りたいと思います。まずですね、一つ目、翡翠の仲間たち SR でございます。現在この11月27日配信時は何の情報はまだそこは出てないと思います。今ね、分かっていることだと、貝と石の SAR が出るということが分かってますよね。真珠団混合団のね、イラストとなっているんですけども、これが出たからね、翡翠の仲間たちはちょっと出てこないんじゃないかっていうふうに思われてしまうと思うんですけど、コロムシは出てほしいと願っていますっていうか、来いって思ってますねでね、で、それのちょっと簡単なちょっと根拠をお伝えしようと思うんですけど、こちら見てください。過去のですね、仲間たちシリーズでございます。アローラの仲間たち、これはね、プロモです。ボックスに入っているプロモなんですけども、もう一方がガラールの仲間たち、 VMAX クライマックスに収録されているカードですよね。この2枚なんですけど、共通点がございます。効果です。山札から3枚引くっていうのが効果になってるんですね。この山札から3枚引くっていうのは、言うてしまえば別に強い効果じゃないんですよ。弱いかな、弱い方に分類になっちゃうのかもしれないんですけど、そういったカード効果なんですよ。で、今回ユニバースにノーマルのカード出ることになってるじゃないですか。このデッキに採用されづらい効果の
カードがですよ、ノーマルだけで収録されるっていうのはどうしても考えにくいんですよ。これまあコロムシの持論なんですけどね、私はこの仲間たちっていうカードはもう完全に効果として収録してるんではなくて、イラスト重視で収録しているとコロムシは思ってるんですよ。で今回通常カードが出るっていうことがもう発表されてるじゃないですか。来るっしょっていうか来てもらわなきゃ困りますということで、コロムシまず予想してることです。そしてコロムシ自身がめちゃくちゃ楽しみにしてることですね。ぜひねちょっと今後の情報も楽しみにしてますし、まああくまで予想ですけどね、入ってくれたら嬉しいですね。ということでまあこれはちょっとお伝えさせていただきます。二つ目なんですけども、この2点でございます。あ、そういえばボックスの騒ぎってどこ行ったんだろうっていう感じちょっとしません？ユニバースがねこれからまた発売されますと、カードの状況だとか高騰だとか高騰の流れとかですね、売ったり買ったりとかのが活発になっていて、であっという間に年末になっていて、職さんが一生懸命やっているオリパだったり福袋だったりだとか、なんやわんや、皆さんのその目がですねボックスから離れてます、離れつつもうありますみたいな頃がチャンスなんじゃないでしょうかって話なんですね。今現在ですね、まず25周年アニバーサリーゴールデンボックス、メルカリなどの取引の中ではだいたい4万5000円から5万円で取引されていることが今現状ですね。プレシャスコレクターボックス、まだこれはね最近届いたばっかなんでまだホットな方だとは思いますけども、でも一番最初はね6万5000円から7万円ぐらいの取引でねメルカリ等あったと思うんですけど、今現在3万9000円から4万1000円の間を取引してますよね。このもし前の配信で言ったんですけど、予想で3万5000円前後になっていくんじゃねえかなって言ったんですけど、近づいてきてますねそこにねこれねちゃんと上がっていくものなので、まあただ今ちょっと落ち着いたんで落ちてきたっていう話だと思うんですけど、まあ何が言いたいかというと、皆さんもご察しの通りでございます。そろそろ買い時のシーズンが到来するかもしれませんっていう話ですね。今ね25周年はこの価格が約1ヶ月ぐらい続いてます。ですのでもう落ち着いてる今価格なのかもしれません。こっから下がらないかもしれません。次高騰するときはグインと上がる可能性がございます。プレシャスコレクターボックスもですね、フリマアプリ見てるとで、プレシャスコレクターボックス今の取引だいたい3万9000円か4万1000円だよって言いましたけども、それより安く提示している人たちもまだ売れてないやつが残ってたりするのがまだ見受けられるんですよ。皆さん買おうとしてる動きが少し止まったなっていう感じがするんで、これはねもう少し下がりそうなやっぱり気がしますね。やっぱり3万5000円ぐらいなんじゃないかなってちょっと個人的には思ってます。そういったシーズンが到来するかもしれませんので、6万7万でねちょっと高すぎて手が届かないっていう方、そろそろもしかしたら買い時かもしれませんので、念のためお知らせをさせていただきます。でこの2点ですね、どっちの方がいいって多分思われると思うんですけど、結構コメントとかでも皆さん言ってくれるんですね。それありがたいことにね、どっちがいいと思いますってコロムシの考え教えてくださいっていうことを皆さんにおっしゃっていただいて本当に嬉しいんですけど、このボックス2点は正直な話どっちもなんですよね。どっちも欲しいものなんですよ。どっちも高騰するものなんですよ。どっちがいいっていうのは非常に申し上げにくいんですけども、手が出しやすいんだったらプレシャスコレクターボックス、高騰が先に来てしまうのは25周年アニバーサリーゴールデンボックスだと思うので、急いだ方がいい方は本当はゴールデンボックスかもしれないですね。このあたりも予想なので確定っていうことではないんですけども、まあ、もし聞かれたらそうちょっと答えるしかないなっていう感じですかね。いろいろ忙しいことがたくさんあるんですけども、このボックスのことはどこかでやっぱり覚えておいていただきたいですね。今後のこう動きとかも皆さん個人個人で見ていただきたいなとも思いますし、コロムシもちゃんとチェックしてますので、動きがあったら必ず配信はしていきたいと思いますので、ぜひね今後もねこう見ていただけるとありがたいなと思っております。ということで今回の配信は終了いたします。まあ、一番伝えたいのは V スターユニバース待ちきれないっていうことです早く欲しいっていう、早く買いたい、早くね向きたくてしょうがありませんという、ポケモンカード大好きな方々とね共有したいっていう気持ちがね今回配信の理由となりました。ではですね、また新しい情報がありましたら次回やっていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと急遽追加の動画をですね今撮影してるんですけども、本日2022年11月27日日曜日、現在時刻12時12分なんですが、手前で見ていただいた動画をですね編集してる最中に情報が出てしまいましたこの2点情報出ましたね、やっぱりね。
来ました。いや、よかった、本当によかったんですけどね。ちょっとね、コロモジョ本当はね、これ予想っていう状況でね、配信したかったのに、まさかっていうね、ちょっと悔しさがあってごめんなさい。このまんまの動画でちょっと使わせてもらうんですけど、もうチキショーと思ったんですけどね。まあでもね、嬉しいっす。考えてた通りにね、収録されたんで、とにかくまあそれは良かった。そしてさらに、ユニバースの開封が楽しみになりましたので、一応ご報告までに動画撮影させていただきました。また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。